ト。東京競馬場ぼっち競馬パート4。はい、ということでこんにちは、りのりのです。本日10月5日土曜日、今日から、東京競馬場の開催が始まりまして、初日にぼっちで来ております。で、1レース目からかけていってまして、前の動画も上がってると思うので、ぜひそちらも見てください。今からですね、7レースをやっていきます。で、ちなみに1から6まで全部かけて、3勝3敗だったんですね、レースの結果、勝ったのが。で、金額で見るとかけてた金額が1万3500円で、払い戻しが1万800円だったので、3勝3敗で勝率は五分だけど、金額で言うと負けてるっていう感じでございます。ここから取り戻していきたいなと思います。はい、ということで、7レースですね。1400m の芝です。で、私がかけたのがですね、こちらです。5番のエコロネオ2000円と、11番のダノンマカルに副賞で1000円のトータル2000円いっております。5番はですね、そこそこ人気馬だったかなと思います。5番にするか、一番最後の馬にするか悩んだんですけど、5で行きました。で、11がちょっと穴だったんですけど、パドック見て普通に良かったんで行ってみようと思ってかけることにしました。ということで、この2頭当たってほしいです。スタート。わ、ちょいばらけた。5が遅れたよ。わー、1400でちょっと出遅れたの痛いですね。その代わり、その代わりっていうのも言い方おかしいですけど、11は前にいます。1、10、11が前にいますね。まあ、出遅れたのマジで痛いな。うん、間を縫って何かが来てるな。4はどう？16は後ろから上がっていくのね。は、5が後ろからちょっとずつ上がってきてるけどって感じですね。このまんま11が行ってくれないかな。さあ、上がってきて最後直線。わっ、これ16だった、もしかして。なんかさ、もう本当に一直線になってる。何か来た。どう？どう？あ、待って、最後なんかめっちゃ上がってくるじゃん。何？うわ。14。最後の最後でめちゃくちゃ後ろから2頭追い上げてきましたね。うわ、14頭。佐々木大輔さんか。ちょっと外れた気がします。11も多分途中でダメだったんで、最後の最後は良かったんですけどね。3着に入ってないな。最後の直線のとこでもう5、6着になっちゃってるもんな。完敗でございます。次8レース行きたいと思います。はい、8レースです。3歳以上1勝クラスの芝の 1800m ですね。で、私4番のこの淡幅を変えたかったんですけど、何を、8レースだからですかね、間違って8番を買ってました。はい、めっちゃ焦ってもう1回4買い直しました。でも8、一番人気だったんで、まあ、よしとしようと思います。いつの間にか思ってもないのに、このレースが勝負レースになってしまいました。ということで見ていきたいと思います。あ、4は出遅れた。出遅れたかも。3、5、6が行ってますね。まあ、全部一直線になってって感じなんで、もう直線で決まるのかな。
なんかこれ G2 とかに出てた大間さんとかも出てるんで、結構能力が高い大間さんはいるのかなって感じなんですよね。ハチはどこにおる？あ、銃が上がってきたぞ。4が中段にいるのは見えた。1000m60 秒ぴったり。さあ外から出てきて、最後の直線で、あ、来ないかな。4は内に上がってこれないかな。3着以内に入ってくれてはいいんだけど。あ、4上がってきた。あ、もうちょい上がって、もうちょい上がってくんないかな。あ、ダメか。ダメだ。間に合わないかな。間に合わない、間に合わない、間に合わない。まさかの間違って買った馬券が当たったかもで、こっちはダメでした。買い足さんでよかったわ。受ける。ちょっと最後外に出て、うちにいた馬と攻防してるんですけど、多分蜂が来てると思うんで、あ、ないこれ買い足さなくてよかったじゃん。うわ、マジバカ。私これ単体だったら全然勝ちだったのに、悔しい。4はダメだもんね。あ、ちょっと結果見てみます。はい、8レース払い戻ししたんですけど、8番の大間さんが2400円だったかな、2400円で副賞が120円、1200円だったので、3600の払い戻しでした。私が間違って買っちゃったんで、馬券をね、買い足さなければプラスで終わってたんですけど、自分が選んだ馬をどうしても買いたくて、4000円使っちゃったら3600円っていう初のガミをやってしまいましたということで、このまま9レースもやりたいと思います。9レースが TBK 賞ということで、2000m の芝の全部で、7頭ですね、です。はい、テレビ神奈川といえばですね、前去年リリースした時に館内エビルという、ね、番組に、出演しまして、その曲のタイアップも歌ってたので、これは私でしょうと思ってます。当てたいですということで、9番ですね、単服で1番に行ってます。1番のシバースという大間さんに行っております。圧倒的人気な大間さんが 1. 何倍の大間さんがいるんですけど、これが3番人気くらいでした。当てたい、見たいと思います。スタート。 2000m なんでちょっと距離がありますね。421と言ってます。まあ、ほぼ4、頭が団子になってて、その後ろに3頭トントントンっている感じですかね。471ですね。471で5がいますね。で3で一番後ろに、あ、後ろから、え、2がすごい勢い、え、2がめっちゃすごい勢いで上がったけど、どうしたんだ。2が急に先に行っております。今パドックのところのモニターで見てるんですけど、今レースやってんなと思ってパッて下見たら、もう 10レース目の大間さんが出てきてる。こうなってるんですね、仕組みって面白い。ちなみに 1000m が1分1だったので、まあ前、まあどう、展開次第でどうなるかですよね。若干1が後ろにいるな。最悪さ、あ、え、7頭立てってことは7頭立てだよね。2着か、副賞。いけるかな。
さあ最後の直線上がってきて、上がってこない、上がってこないな、ちょっときついよ。あ、なんか、あ、え、外に行こうとしてんの、位置外に行こうとしていけないみたいな感じ。あ、でも追い上げては来てるね。あ、そのまま、いやー無理か、間に合わんか。あ、間に合わないね。あ、ダメだ。 6?651 ですかね。わー、今のちょっと横にそれた時間がって感じですね。もったいない、負けました。今ので9レース分まで終わって4勝5敗になってます。次の動画で10レースとメインをやろうかなと思いますので、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。りのりのでした。チャンネル登録よろしくね。